グレイブルThank you.
さあこれで、ね、この最後のカードが終わりまして、カードの頭を取りました。このカード3連勝となると、ヤクルトが今シーズン勝ち越しというのも決まってきますが、明日、明後日に向けてのホームの努力をしてあげる。そうですね、とにかく今年、あと14試合ですけど、一勝でもとにかく勝つことを目指して頑張りたいと思います。さあそれでは最後のヤクルト、もう最多勝争いに。